日光寺は愛知県北したらぐ楽したら町タミネにある相当宗の寺院。3号はタミネ山。本尊はおくるみ。タミネ城を拠点としたタミネ菅沼市の菩提寺である。8月のお盆の時期にはタミネ地区で死者の供養のための念仏踊りが行われる。日光寺では8月14日のご崩落や8月16日のガキ送りなどの行事が行われ。 タミネ観音では8月17日のタミネ観音の盆などの行事が行われる。中世後期のタミネには日光寺とタミネ観音の二つが存在した。日光寺の中高解山は南下良郡新城の泉流院の国宝、京学である。中高解山はタミネ菅沼市の菅沼貞信であり、文明四年にはタミネ菅沼家の菩提寺となった。 ホイグン豊川の相当寺院である、豊川稲荷に属し、近世には、総判事の扱いを受けていた。タミネ村のみならず、折立村、筒井村、総平ら神殿、栗島村を統括しており、国印女地十五国四と三章三号余りがあった。江戸時代初期の商法元年に日光寺が消失した際、タミネの村人は天領だった段と山の木を誤って、伐採してしまった。 これによって村人らは大観から討伐の疑いをかけられたが村人らがタミネ観音に歌舞伎を奉納したところ大観による見聞の日には6月なのに降雪して切り株が隠され討伐の罪を免れたというこれ以後タミネ観音の大祭では奉納歌舞伎が続けられている明治時代初期の廃物希釈の際には 神根観音が廃寺となり、日光寺の境外仏堂である大比較高山観音堂として管理された。ありがとうございます。